編集ではわずか数秒しか使われない撮影素材、それをカットなしでお送りするアンカットバージョン、私空手道正義塾山田の解説でお送りいたします。よろしくお願いいたします。ご覧いただいているのは2022年1月18日昨年の初稽古の模様です。これは基本稽古の正拳中段打ち受けという技ですね。少し中段の位置が高い気がします。ワイダイ君、引き足が速くてなかなか良好ですね。空手道正義塾では自主性やリーダーシップを育てるために気合を塾生同士で回したりしています。ワイダイ君の弟である A 君、とても大きな声で号令をかけてくれています。続いて移動稽古ですね。技の起こりを極力小さくするように指導しています。この前屈立ち移動は後ろ足をしっかり伸ばして上体を押し出すことがポイントですが、ちょっと後ろ足曲がってるかな。あ、でも A 君の号令は声が大きくて本当にいいですね。勇ましいです。最後に組手ですね。白帯、オレンジ帯などの初心者の子には技術よりもまずたくさん技を出しなさいと、積極的に組手をしなさいというふうに指導しています。守りの組手よりも攻めの組手を先に覚えた方が怖さを克服できるのではないかと思っています。後ろ回し蹴り、大技を出しましたね。いいですよ、なかなか。はい、やめ。はい、お互いで。お互いで。構えて。まさに大人と子供ですね。届いてないぞ。なんか親戚のお兄ちゃんに遊んでもらってる感がありますけれども、決して K さんがですね、A 君をこう見下していない感じがすごくいいですね。蹴りが届いてませんけれども。やっぱり相手が大きいとちょっとね、間合いも分かんないんで難しいと思いますが、こうしてまあいろいろ覚えていくんだなと思います。ありがとうございます。一般部の K さんが、まあ、胸を貸す形になってますけれども、ワイダイ君、積極的でいいですね。はい、左の突きを、たくさん出しています。あ、カーフキック狙いに行きましたね。あ、このカウンターいいですね。素晴らしい。ご視聴ありがとうございました。次回またお会いしましょう。